速度112マイル、約180キロ、飛距離433フィート、約132メートルの一撃に、大谷は確信の3秒に大立ち。5万2931人が集まった本拠には MVP コールが響いた。2点3点した試合は1点を追う9回に2点を奪い、逆転さよなら勝ち。大谷は、最後、ああやって逆転できて、 チームの集中力も高かった、と充実の表情を浮かべた。グッズを送るのは、当然、大谷の本塁打の打球が男児の頭部を直撃したことは、米メディアでも大きく報じられた。周囲の大人がボール獲得に夢中になって子供に気を配らず、ニューヨーク・ポストは、恐ろしいシーンだ。若いファンを負傷させた可能性がある、と身を案じた。また ドジャースが少年にグッズを送るのは当然の成り行きだろう。それが上品な行動だ。MLB のスターが何をしてくれるか楽しみだと伝えたメディアもあったが、その通りの球団、大谷の行動だった。